メカへの変態かつ必要で度を越した愛情、それが吹雪さんじゃないか。それは褒めてるのかい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、え、ここかな。なんかもうちょっと上な気がするけど、まあこれか。お、この先に。どっち？なんかこっちがち、あ、あった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 。ポン！なに？ポン。ポチッとね。そんな格好つけて言われましても、さあ次は、誰でしょう。黄金の棺が怪しく輝いている。棺を開けてみますか。開けます。どや？あ、来たよ、ふぶきちゃん。マゼラ様万歳。そんな囁くように。あ、いたよ、ふぶきさんだ。大丈夫、ふぶきさん。よし、次はクロックレディが仲間になるわけね。さては、あなたたち侵入者ね。怖いよ。お、来た来た、早速の。秒で終わらせる。めっちゃスタイルいいよね。くそー、やっぱふぶきも洗脳されてんのか。洗脳？何を言ってるの。私はマゼラ様の忠実なるしもべ。これって変身前と同じ声、なんか超かっこいいけど。マゼラ様の邪魔をする者は誰であろうと消すだけ。別なんかな。愛しのマゼラ様のために。マジで？いやいや、ふぶきさんが愛してやまないのはメカでしょう。マゼラ様どんな感じなの。そうだそうだ、メカへの変態かつ必要で度を越した愛情、それがふぶきさんじゃないか。それは褒めてるのかい。マタロウくん言いすぎ。それはもう昔の話、今はマゼラ様にぞっこんなのよ。え、一応その時の記憶あるんすか。さあ、マゼラ様のために宇宙の塵と消えてちょうだい。嫌です。戦うしかないみたいだね。やろう。よし、頑張ってこう。時の流れは儚く残酷な旋律。クロックレディ。今回は待ってて、ふぶきさん。キュービーで行こうかと思いまして。今助けてあげるからね。思い出せ、ふぶき。お前の熱いメカ愛を。ごちゃごちゃと鬱陶しい。さっきから何の話をしてるの。へい、来たぜ。君がいるから。僕、おっと、変身後の姿ってさ、で好きなのは私、ジンペイが変身してると、おっと、ブラサキのバイユぐらいなんよね。え、今の当たってなくね。革命のフルーレバイユ、これなら。え、やめてよ、回復とかしないで、ちょっとじわじわヒーリングかけて。存分に味わいなさい。僕は宇宙一のヒーローだ。そこです。お、やめに参りましょう。今のは当たったのか。ちょっとよくわからんかったけど。狂乱のセレナーデ。狂乱のセレナーデ。はっ、そこです。そうです。狂乱のセレナーデ。お、え、まさかの、まさかのシャイニングボーイにやられた。でもまあその技強いよね、正直。ふぶきさん、お、続々とレベルが。君ならできる。はい、ちょっと今いい話しよるんやろうけど。え、もしかして突き落とした？そういうことじゃなく？まだよ、マゼラ様万歳。まだ言うか。全然元に戻らない。どうしたらいいの。何やったら戻るの。ここはやっぱメカじゃないの。違うの。いいこと思いついたぞ。何何何する。キーチンペイくん、目の前でメカを壊すとか。ふぶきが発明した。おい、この言葉を聞いても思い出さないか。何。ロケットランチャー。あ、やっぱりメカ愛を呼び覚ます的な。何その魅惑的な言葉は。心がかき乱される。え、あ、消えてる。なるほど、ふぶきさんのメカ愛に訴えかけるんだね。なら今度は僕が。クロックレディがさ、あの髪の毛の部分も機械よね。めっちゃなんかなびきよるけど。ジェットブーツ。苦しんでいる。変身が解けた。おっしゃ、もう少しだぞ。やめて、これ以上は。どんどん行け。最後はもちろん。何？決まってるよね、ふぶきさんの大好きな
こで声揃うんやね。お、洗脳が解けるか。てかみんな結構間抜けな理由で洗脳解けるよね。マゼラ様も多分予想してなかったと思うよ、それは。全部、全部私、やっぱり、メカが好き。お、戻ってきた、戻ってきた。よっしゃー、やっと元に戻った。次は誰かな。なんかすっごい長かったね。みんな、ありがとう。すっかり助けられちゃったね。あと2つなんかあったよね。2人。メラと？へえ、いいってことよ。メラと誰だ？それにしても、あれや、私からメカ愛を奪うなんて名前を忘れてしまった。名前を忘れてしまった。あの、あ、ヘビのやつ。さっさとあいつらしばきに行くわよ。おいし、行くか。おー、おー。ねえ、マタロウくん。そう、ちょい待って。なんかおかしなこと言ってたよね。次は吹雪で行こう。変態かつ必要で同居した愛情。え、でも褒め言葉なんじゃないの。いや、それはその、この辺だね。ごめんなさい。あ、これか。みんなを助けたら覚えてなさいよ。あ、はい、ここは誰でしょう。黄金の棺が怪しく、開けてみましょう。どっちだどっちだ。お、メラ来た。マゼラ様万歳。マゼラ様万歳。絶対言わなさそうな感じ。メラ、やっぱお前もおかしくなってんのか。ああ、なんだって。吐きがないよ。どこから迷い込んできやがった。お、どんどんちょっと調子が。ここは宇宙の覇王マゼラ様の縄張りだ。宇宙の覇王。お前らみたいななよなよしたやつが気安く入ってくんじゃねえ。へえ、兄貴って慕ってくれよるのに普段。まったく、あっさり洗脳されるなんて。ゴリラの脳には抵抗力がないのかな。いや、自分もキュービ先輩も人のこと言えないけどな。んで喧嘩売りに来たのかてめえら。いけすかねえ面しやがって。それはキュービの方だけよね。僕の美しさが理解できないとは。ゴリラには美的センスもないんだね。キュービってなんかさ、目の下の部分めっちゃアイライン引いとるみたいに見えるよね。え、みんなかな。かわいそうに。ミュー違うよね、メラはない。避けやがって。てめら全員ぶっ飛ばす。あー、すごい迫力が。はい、来たよ。はっはっは。これで堂々と君をぶちのめせるってもんさ。おい、ややこしくしてどうすんだよ。どこまでもバカにしやがって。後悔するぜ。なかなかこの変身後の声をね、あんま聞くことがないけん、すごい新鮮なんやけど。そしてこの暴れてーごめん。戦闘の始まりがすごい静かなのが気になる。行くぜー。まとめて沈めてくれる。めっちゃ殴りかかってくる。こちらのセリフだ。思い知らせてあげるよ。ちょっと殴りかかってくる。やれやれ、もっとやれ。行くぜー。時の流れは儚く残酷な戦術。いやいやいや、クロックレディ。やっやっやっ。タイムバインド。タイムバインド。いまいち効果はよく分かってない。遊びましょう。見切った。今日の花子さん、いつもさ、味方があれ出てくるのに見るんじゃない。え、何今出た。ちょっとどこ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 。僕は宇宙一の強いスピードが上がってくる。バカモード。え、なんかめっちゃスピード上がった。はい、要先行。あんまりあれやな、攻撃系の技がない気がする。お、クロックレディなんか、まあ、今までも補助的な役割やったけんね。この拳一つで。あ、みんなレベルアップ。立つんだメラ。君はそんなヤバな男じゃないだろ。一人称はしないよね、変身後。ボー、メラ。さあ、これで解ける。なんだ俺はここで何を。え、それに目の前のこいつらは。なになになに、正気には戻ったっぽいのに、なんか記憶が。くそ、
頭の中で誰かが喋りやがる。おやおや、いつもの威勢はどうしたんだい。その調子で腹立つこといっぱい言ってったら大丈夫か。君はバカだけど人に受けた恩義を忘れるような男じゃなかった、ね、キュービーが嫌なことを言ってったら大丈夫か。ここにいる陣平くんや仲間のみんなに牙を剥いて。お、でもなんかちょっといいこと言えるぞ。君の言う仁義とはその程度のものなのか。仁義なんて心地よい響きの言葉だ。普通に心に訴えかける感じなのね。俺は一体何をしていたんだ。頭の中の声はその仁義を踏みにじり汚そうとしている。それは理解できるのか。そんなことは。頭の中の声が何を言うのかは分からんけど。そうだメラ、その感じだ。戻ってこーい。気合気合で戻ってきた戻ってきたっぽい。しゃあ、おお、すげえぞメラ。兄貴、おお、戻ってきたよ。すまれ兄貴呼び戻ってきたよ。まったく世話の焼ける。結果仲良しやね。ちょっと待て。なんだい。尺だが、今回ばかりは礼を言っとくぜ。ありがとうよ。おお、いいねこういうの気にしないでくれたまえ。これも全て自分のためさ。ってことはラスト、君がキャラをちゃんと守ってくれないと僕が引き立たないだろ。そうそうそう、スネーク多分そんな感じやったはずやっぱりお前は顔だけじゃなく性格もいけすかねえやつだぜ今日のところは褒め言葉と受け取っておくよ。なんか今回のこの二人はあれやね、ほんと仲がいいよな。パパってメラとキューピ先輩やつけれたような気がする。よくない仲良しだな、ハモってるよ。あ、間違えた。ちょっと待てよキュービー。メラで行こう。メラてめえも洗脳されてたんだろ。よし、何偉そうに説教こいてんだこれ。びっくりした。そんな昔のことは忘れたよ。あった、ここ。さ、早く他のみんなを助けよう。他のみんなっていうかラスト。こうなったら俺も誰かに説教してやるが。お、ってことはここで説教するんすか言うてもともとメラより上やった気がするけど。学園マフィアの一人やし。マズラ様万歳。ヘビ山千秋、千秋や。あ、千秋先輩探したんだぜ。ってまたもやおかしくなってるみたいだな。まあね、おかしくなってなかったらまあここから出ようとするやろ。誰誰って。でも調子的にはまあ素敵なパーソンこと地場陣平だ。やばいくらいに素敵なパーソンあれやけんねん。ジョブであるけんねん、ちゃんと自己紹介しろって言ったんじゃねえし、あとそれ絶対嘘っしょ。ほらここはもうなんかテンションは普段と変わらん。ここはマゼラ様がくれた聖域。他のみんなは選ばれた僕らの城なんだ、ね。死んだような感じになっとったけど、ここは元からこういう調子やもんね。あんたらもしかしてあれ侵入者だったら見過ごすわけにはいかないな。お、メラが説教する場面はなかったね。やはり我々と同様エイリアンどもの洗脳を受けているようだ。順番が違ったらなんかあったんかな。ならこれまで通り引き戻してやんなきゃだな。ここはどういう感じで引き戻すの。なんなわけお前ら。とりあえず排除してやるぜベイベー。ここさ変身前も変身後も何一つ変わらんね。味方を間違えるなよ会長もな。よし行くぜ。ヘビーに行こうぜ。よし、ギターそういう感じなんや。なんかアップで見たことなかったけん。忘れたのかあんたのロックの心。今初めてだよ。何も忘れてはいない。今ロックを聴かせてるだろ。こんなのロックじゃない。久しぶりに見たよカズマ今のお前の演奏はさ。よっしゃ行くぜ。なんかこう気持ちがドワーッと来ないんだよ確かそう言われてみると、ね、自分でも何か違うような思った通り敵の洗脳は不安定なようだ。ならその小細工、打ち砕くまでだ。これあんまり強いやつないんよね、メダル。
遠いよ。ヘビーにメタルで接近戦じゃないと当たらん。爆炎波。君がいないと困るんだ。おけけけ。仲良く。暗いよ。冗談きついぜ。待って、全然当たってないそこ。全然当たってない。何？よかった。なんだこの気持ち悪さは。体の奥底から吹き出してくるような怒り。俺は何に怒っているんだ。この怒りをどこにぶつければいい。ヘビ山。騒がしいな後ろが。こんなところか。俺はくそー。あ、ここはあれか、エイリアンのことを言えばいいのか。僕はマズラ様の兵隊っしょ、ね、それ以外何もないはずなのに。何言ってんだ千秋先輩。先輩には学園マフィアもギターも俺たちだっているだろ。ヘビ山、はっきり言おう。今のお前の音楽には魂がない。なるほど。かつてのお前は憤りの矛先を曲に向け、心から湧き出る激しさを宿していた。まあ、確かに一番最初の敵対しとった時も今より勢いはあったよね。ある日突然大切なものを奪われ全てを失った。どれだけ後悔しても己の無力を呪っても、決して帰ってはこない。その怨念のような思いが宿った。それはまさに魂の叫びだった。会長はすげえぞ。今まで一番説得的な説得やね。僕の魂の叫び、思い出すのだ。お前の中にあった炎の激しさを。いいね、熱いね。何かを成し遂げたいと突き進んでいた自分を。なんでかな、こんなに大事なことを忘れていたなんて。ミハル、ケンジ、サトシ、それが動物にされた、あいつらは僕から大事な仲間を、かけがえのない夢を奪った。そんな名前やったんやっけ。今まで名前出た？なんか私の記憶にないんやけど。完全に思い出したっしょ。そんな名前やったんか。ヘビーでメタルな魂のビートは。お、なんかすごい笑顔かわいい。ちょっとみっともないとこ見せちゃったみたいっすね。テンションは変わらずね。気にするな。心は熱いかも。みんな同じようになっていた。そうそう、こんなに余裕だぜ。揃ったんじゃない。でもおかげであいつらを倒さなきゃってもっと強く思えるようになったっしょ。ならきっちりあいつらに100倍返ししないとな。よし、当然だ。これで全員揃ったし、あれか、ドーベルか。僕らに喧嘩売ったこと、戦うのかとことん後悔させてやるっしょ。ここより奥があるんかな。あ、でもまだ行ってないとこあるか。お、揃った揃った。これで全員揃ったな。うん、YSP クラブ復活。今回のことで、なんか仲間のみんなの絆が深まったような気もするし。そういう意味では良かったのかもしれねえな。マズラ様は逆効果やってよ。それにしても兄貴にはまた世話になっちまったぜ。最初は兄貴が正気に戻ったんだよな。やっぱ兄貴はすげえよな。なんか人兵だけめっちゃね。いやいや、めっちゃなんか原始的な殴られて戻るっていう。でもみんな無事で本当によかった。にしてもあの犬野郎、今度会ったらただじゃおかねえ。確かドーベルとか言ってたね。うんうん、ここまでコケにされて黙ってるわけにはいかないな。え、でも強そう。見た目あんな卑怯な奴らに負けるわけにはいかないよね。うん、絶対倒そう。頑張ろう。もう同じ手には引っかからないわよ。エイリアンどもの小細工は打ち破った。洗脳されたらちょっとね。今度こちらの番。もういいよって感じやけど。ああ、奴らのどてっぱらにヘビーな一撃とは叩き込んでやるっしょ。ドーベルにはちょっと千秋で挑んでこ。必ず奴らを倒す。そして生徒会メンバーを必ず取り戻す。なんか、こっからが本番だな。スネーか気合い入れていくぜ。全然あの強い武器が手に入らんねえけど。世界にあの一個しかないわけ。全然メダル落ちんのよね。何、武器者誰かが見ようかと思った。気になっていたのだが、洗脳された全員がマズラという名を口にしていた。つまりマズラというのが黒幕か。あ、今までそのマズラの名前すらも
ここのみんな知らんかったんか。聞いてなかった。それって僕らが最終的に倒さねばならない相手ということだね。つまりラスボスってことだな。じゃあ多分今回次ぐらいに多分ドーベル倒して、でその次が黒星真由で、今はその名を胸に刻みつけておくまでだ、マゼラ。なんかウルトラマンに出てきそうな怪獣みたいなやつ、あれが本体。仲間を全員救出できたことでピラミッドから自由に出られるようになりました。ドーベルとの決戦に向けてしっかり準備しましょう。あ、やっとこれで生徒会、やっとこれであれ無事なのか。ストーリーが戻ることなく、偽の記憶を植え付けやがって。ちゃんと外に出られるわけね。せこい奴らだよな。なんこれ、人質を取って僕らを誘い出した。なるほどね、実に腹立たしいね。ミッションを受けて奥に進んでいくわけだ。ぶっ飛ばすまでよ。絶対に負けられないよね。おすごい、全員勢ぞろいしとる。みんなと一緒にいれば負ける気なんか全然しない。よし、じゃあここで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、これ受けて奥入ったらもう速攻でドーベルかな、それともなんかまだ迷路みたいに続いとんやろうか。頑張ってこう。